自分で自分を認めたら本当この世界は変わるんじゃないか、あ本当に、あ使命に燃えてるんだっていうのを本気なんだって感じたんですよ。あの人と一緒にイスラエル行って、お神の息吹みたいなものを、そんな瞬間を切り取らせて、それを全ての人に開いてもらえたら、もう理屈を超えたメッセージ届けられるんじゃないかなと思って、どんな礼拝よりもどんなライブよりも本当になんかキリスト届けられる、そんなプロジェクトじゃないかなって思って。